っかりしてる。こちらがですね、トキとイチロの刀となっております。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。今回なんですけども、鬼滅の刃、鬼殺隊の隊服を買いました。まあ、コスプレに興味はないんですけども、形から入ろうというわけで、鬼滅動画に関しては、鬼殺隊の隊服を着て撮っていきたいなと思っております。いろいろ探してみると、めちゃくちゃ種類があります。まあ、安いもので言うと3000円から、高いもので言うと5000円とか、1万円の。で、今回購入したのは、安いものをエレカレで購入しました。ヤマトさんから来たんで、開けていきたいなと思っております。ちなみになんですけども、概要欄には、金ボタンのため、作品上では、柱の大服となります。柱になります。首元のネックは自分で縫い付けたものです。手縫いなので、ややズレがありますが、定価以下で手に入れたものになるので、最低値です。もう全然 OK です。で、サイズは L サイズ。まあ、多分これ、レディース用なのかな？大服は別に、メンズレディースは関係ないでしょ。まあ、160センチから170センチの方に、ちょうど良いかと思います。監督169センチ。で、まあ、結構細身だと思いますので、サイズ的には、いけるかと思います。まあ、めちゃくちゃブカブカだったらちょっとそれもそれでダサいけど、まあ着込むか。はい、というわけで開けていきたいと思います。これでうまく開けれないんだよな。ダーン、おお、こちらになります。ちなみに上下セットとなっております。まずは上、はい、そしてメッツ、しっかりしてる。でもなんか今の季節なんか暑そうだな。通常のね、鬼殺隊に関してはここが白で、柱はこれが金ですね。はい、下も、普通にね、鬼滅見てる人分かるけども、こういう足が、まあ、細くなってるね。ここにはなんか、白いね、ぐるんぐるんぐるんってやつをつけて、現場に出るというわけですね。で、早速着ていきたいなと思います。はい、というわけでですね、鬼殺隊です。柱です。というわけでですね、足がですね、こういう感じになっております。まあ、白いのがないので、ちょっと面白い感じになってるんですけど。はい、というわけで、はっ、お頭、お頭というわけでですね、帽子はそのままでいきたいと思います。ここだよ、ここ、これが見せたかったんだ。メッツメッツ鬼殺隊メッツメッツ。これ見たらなんかただの制服みたいなんですけども、かなりぴったりですね。手の部分はちょっと短いのかな、別にそんなに短くは、いや、ぴったりですね。ビリって破れる感じは今のところないですね。あとしっかりと、生地が厚いので、はっ刀がないから、ただの人。はい、ということでですね、今回はですね、サクッと、鬼殺隊の大服を買ってみたというわけですね。これにこれ着たらもう、普通の制服着てるやつだよね。どうなんだろう、これにこれ着たら。まあ、ちょっとここはね、今後考えていきたいなと思います。あれ脱げない。あれあ、これか。そして続きまして、こちらですね、アマゾンで購入しました。鬼殺隊の服を買うんであれば、なんか刀が欲しいというわけで、アマゾンキーパー、こちら、この動画で紹介しました、価格帯が安くなったところを見つけた商品がこちらです。でっかい刀。まず価格から言います。1346円。もうめちゃくちゃ安い。今現在上がっちゃってます。霞頭、時藤無一郎。まあ、ざっくり説明しますと、年齢が14歳で、柱の一人で、早速ですね、その霞柱の刀を開けていきたいと思います。まあ、1000円ちょっとなんで、正直クオリティはあまりよく、多分かっこいいと思います。でっかいなぁ。おお、段ボールの中にさらに段ボールが入っています。へ、へい、へい、へいや、へいや。まあ、レビューを先に見てみよう。いや、暑い、暑いからやめて、暑いから近づかないでください。星5つ中の 3.5 となっております。星2の方、折れた。すごく良かったですが、刀部分と持ち部分が折れました。届いた次の日には割れていました。おい、子供用として購入。商品自体は良かったですが、子供には少し長すぎました。リアル、息子が大喜びでした。良かったです。娘がすごく喜んでくれました。購入して約1週間経過しましたが、ちょっと手持ち無沙汰に振るっていましたら、塚から上がスポンと抜けて突っ飛びました。軽くて良い、コスプレ用に買いました。刀が竹なので軽くて助かっています。軽いけどリアルです。とにかく気に入ってます。はい、というわけでですね、まあ、いろんな意見がありました。じゃ早速見ていきたいと思います。壊れやすい可能性はあるので、ゆっくりと。こちらがですね、時藤無一郎の刀となっております。確かに軽いぞ。壊れやすいから気をつけて。はい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 、はい。というわけで、無一郎くんの刀で、ここが特徴的なんですよね。こういう文様。そして、この塚の部分。ボンドがはみ出てる部分は、この辺とか、まあ、超プラスチックなんですけども、まあ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 、いい感じではないでしょうかね。鞘から出していきたいなと思います。鬼殺隊、いでよ。はい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 。長い。かなりいいと思いますよ。まあ、ちょっとここ、緑色移りしてるとかはあるけども、はい、はい。来た、ここ。悪鬼滅殺、滅殺。ちょっと力強くなったら壊れちゃうけども、まあ、十分ですね。
これはいいですね。ヘロヘロ？竹でできてると書いているので、思いっきり振ったら多分バキいっちゃいますね。ビジュアル的、絵的にはかなりいいんじゃないでしょうか。まあ確かに、ボンドとかが、この辺とか、ちょっと出てるんです。慎重にないと。あー、でもこれ長いな、これ。こう出して、ここでやっとれるからね、ここ。シャッター！手が。長っ、この刀。というわけで、時任無一郎の霞柱の刀を購入しました。大満足ですね。この動画撮影中、セール価格で2,990円、めちゃくちゃ高くなってる。約2,000円ぐらい上がってますね。はい。というかですね、安く手に入れたい方は、ぜひですね、この動画を見て、ここだっていう時に買うのがよろしいかと思います。というわけで、秋、滅殺というわけでですね、今回はこちら、霞柱、時任無一郎の刀と、そしてこの鬼殺隊のアイテムを購入させていただきました。はい、というわけでですね、この監督ラボでは、自分がいいねと思ったものを出しておりますので、もし少しでも共感していただけますと幸いです。チャンネル登録まだの方は、ぜひお願いします。はい、というわけで、また次の動画で会いましょう。熱い！首元のネックは自分でピント。確かに軽いな。ピントはここに合わせてほしいです。決め殺。ここでガッツリ腰を落としつつ、刀を持ちつつ、めちゃくちゃハマってますので、リアルタイムで作ったもの